こんにちは、斉藤直樹です。今回は、絵馬な人の特徴ということで、神絵師が持っている独特な癖を紹介していきたいと思います。僕は約20年プロのイラストレーターをしてきて、その中でもいろいろな絵師を見てきました。まあ皆さんはね、ひょっとしたら人が絵を描いている姿って直接は見る機会がないと思うんですが、僕は実はですね、絵を描く会社に勤めていた時期もありまして、そのおかげで絵が上手い人が描いている姿を幾度となく後ろから見る機会があったんですね。でそうすると、おや、なんかこの人こういう癖あるな、あれこの人もなんか独特な癖持ってんな、え、この人もだってね、絵が上手い人が高確率で持っている独特な癖に気づくことができたんですよ。そしてなぜそのような癖を持っているのか後で考えてみたり、あとは実際にその人にね、直接聞いてみたりしました。そうすると、あ、なるほどなるほど、だからこの人絵上手いんだと納得できる理由や意外な事実もそのおかげで見つけることができたんですよ。結構ですね、絵が上手い人ってそういう癖を無自覚にやっていることが多いので、いちいち言語化したり意識することが、まあ、少ないです。なのでそもそもそれを人に伝えることってあんまりしないんですね。でも僕はですね、ちょっと独特な環境にいたおかげもあって、そういう才能を持った人をつぶさに観察してそれを言語化することができました。なので今回の動画を見ていただければ、神絵師たちが日常無意識にやっている絵をうまく描くための癖を知っていただけて、それを自分にも取り入れていただくことができると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。息を止めて描く。はい、初っ端から意味不明だなって思った人、あーわかるわかると思った人、これについては大きく二分するんじゃないでしょうか。実はですね、絵が上手い人って息を止めて絵を描いている瞬間があります。あ、もちろんね、ずっとじゃないですよ。ずっとね、息を止めてたら死んじゃいますので、時と場合によってなんですが、でもね、確実に息を止めている時間があるんですよね。僕の知り合いの絵描きの人 A さんは、その人はですね、やたら線が綺麗な人だったんですね。よくもこんなにブレがなくスーッと綺麗な線を描けるなって感心していたんですが、ある日ですね、その人が後ろから線を引いている姿を見ていて気づきました。その人ですね、よく見ると線を描いている時だけ息止めてるんですよ。で線を引き終わると、はぁはぁってね、思い出したかのように呼吸し始めます。で線を描き終わった後にその人に直接聞いてみました。 A さん、 A さん、今息止めて描いてたよね。そしたらね、 A さんはこう言うんです。え、そうでした、全然意識してなかったです。え、普通に息してたと思うんですけどって。はい、無意識だったんですね。でもね、やっぱり次に A さんの姿を見ていても線を引く時だけピタッと息止めてるんですよ。でね、その姿を見ていて気づいたんです。 A さん、色を塗っている時とかは普通にリラックスしながら色を塗ってるんですが、でもね、その時はちょっと呼吸に合わせて体動いてるんですよね。でもね、線を引く時に息止めるじゃないですか。そうするとですね、 A さんピタッとマジで微動だにしなくなるんですよ。体の体幹がピタッと怖いぐらいに静止して、腕だけがマシンのように動いてる感じ。これね、なんでかなってよく見ていたらわかりました。普通ね、人間って呼吸しているので、息を吸うと胸が膨らみますよね。それによってわずかばかりですが、体幹にブレが発生します。そのブレが手に伝わって、線画がね、まあ、ちょっとですけどブレてしまうと思うんですが、呼吸をピタッと止めることによって、その呼吸から生じる振動を極限まで抑え込んで、腕のブレを減らしているんですよね。そうすることで A さんは自分の意思通りの線を1ミリのズレもなく寸分たがわず線に落とし込む方法を無意識に体得していたんですよ。それとですね、一口に絵を描くって言っても、絵には様々な場面があって、色を塗る時のようにリラックスして行える作業もあれば、 A さんで言えば線を描く作業のように瞬発力を必要とする場面もあります。このね、瞬発力を発揮するような場面ってスポーツでいうところの無酸素運動に当たりますから、息を止めて一気に集中力を高めて、シャッとその一瞬に集中力を込める、そういう意味合いもね、あるのかもしれません。あ、だから A さんってあんなに力強くて繊細な線が描けるのかってね、その姿を見ていて思いました。皆さんは絵を描いている時、息を止めている瞬間ってありますか？絵を隠す。
これはですね、絵師にとっては、まあ、あるあるだと思うんですが、絵を描く人以外にとっては、結構ね、不思議に思う行動の一つかもしれません。絵師の方々、特に紙絵師の方々は、絵を描いている姿を見られるのを極端に嫌います。というかね、絵を見られるとパッとこう絵を隠す傾向にありますね。僕はね、絵師を多く抱える会社にいたことがあるので、その環境のせいもあってね、紙絵師が絵を描いている姿をたくさん見れたっていうことがあるんですが、その環境にあってもね、実際に絵を描いている姿を後ろから見させてもらう行為は、これはね、結構苦労しました。時にはね、こっそりと後ろからこう覗き込んでいたこともあったくらいです。まあ実を言えばね、途中で見ているのがバレて、ちょっとこう苦笑いされたこともあったぐらいですね。同じプロジェクトで絵を描いていた B さんも、僕が近づくと絵をその瞬間シュッとスクロールして隠す癖があってですね、でね、 B さんちょっと聞きたいことあるんだけどいい？って近づくと、ものすごい速さで絵をシャッて見えなくしたり、さっとね、別のウィンドウを絵の上に被せて絵を隠す癖がありました。これね、もしかしたら絵を描かない人にとってはひょっとしたら分かりにくい行動かもしれません。え、プロなんだから上手い絵を隠す意味がわからん、むしろ見せたいんじゃないの？って思われるかもしれません。でもね、絵描き目線で言うと実はそうじゃないんですよ。まあ確かに完成した絵は多くの人に見てほしいんですよ。でもね、絵を描いている途中っていうのは上手い絵を描いている瞬間ではなく、まだ上手く描けていない恥ずかしい瞬間なんですよね。頭の中ではもっと上手く描けている絵がありありと想像できているのに、目の前にはまだ上手く描けていない不完全な絵しか出現させられていない。恥ずかしい、見るな。そういうね、完璧主義な人が紙絵師にはすごく多いような気がします。途中のね、ダメな状態の時に人にそれを見せるのはプライドが許さないっていうわけです。まあここでね、自分のことを例えに出すのもあれなんですが、僕もね、若干そういうところがあるので、 YouTube で最初のラフを見せるのって結構ね、恥ずかしいです。ただね、一方でちょっと性格が悪いかもしれませんが、そういうね、他人が恥ずかしい瞬間が一番見たいっていうのも事実としてまああるので、僕はですね、その恥ずかしさを必死でこらえて最初の楽の状態も包み隠さず見せるようにしてるんですね。はい、でもね、実は恥ずかしい瞬間なんです。資料集めが趣味。次に紹介する紙絵師の癖ですが、僕はよく絵を描くなら描く前にまず資料集めをしよう、とにもかくにも資料を集めるのがすごく大事だよというふうにお伝えしていますよね。でね、これを聞いて大抵の人は、資料集め、あーめんどくさいな、そんな資料なんていいから、とにかく俺のこのほとばしるパトスを画面にバシッとぶつけ散らかしたいんだよ、あーまあでもしょうがないから資料集めもするかってね、思ってるかもしれません。はい、それはね、とても気持ちがわかります。ですが、これはもしかしたら意外かもしれません。僕が見てきた絵が上手い人たち、義務感で資料集めしてません。というかむしろ義務感どころか趣味で資料集めしている人がとても多いんですよね。例えば僕が絵が大好きな C さんなんですけど、その人もですね、特にこういうことは口に出したりはしないんですが、資料集めが趣味みたいで、その方はパソコンに資料のフォルダを作ってですね、かっこいい鎧のフォルダ、かっこいいポーズのフォルダ、綺麗な色のフォルダ、背景のフォルダみたいにね、フォルダ分けして細かく細かく分類しながらいろいろな資料を集めているんですよ。なんでそれが分かったかっていうとですね、ある日僕がその人に絵の相談をしたことがあったんですよ。 C さん、 C さん、ちょっと相談してもいいですか？なんかね、この絵線がいまいちだと思うんですよね。なんていうか、こうインパクトが足りないっていうか、印刷した時に特にこうパッと見のパンチが足りないような気がするんですよね。 C さんだったらどうするのがいいと思いますか？そうするとですね、 C さんはんーってちょっとこう考えた後に、あ、そういえばって言ってね、自分のパソコンのフォルダーを漁り始めました。これだったかなーって言って、ちょっと前に話題になったゲームのキャラクターの画像を出してきて、これこれ、この線がいいと思うんですよ、結構インパクトあって、今の斉藤さんの線も綺麗にまとまってていいけど、もうちょっとこの絵みたいにわざと荒々しいタッチを混ぜてみてもインパクトが出ていいんじゃないですか？ほら、このキャラクターの線良くないですか？ってね、ピンポイントで参考
光資料を出してきてくれたんですよ。その光景を見ていてね、僕はね結構衝撃的でした。あーそうか、鍵絵師って呼ばれるぐらい普段から上手い絵を描く人たちってただ漠然と上手いだけじゃなくて、日頃から参考資料をどんどんストックしていて、しかもそれだけじゃなく、この絵は線がインパクトがある、この絵は色が綺麗、この絵は背景の描き方が独特でいいってね、要素ごとにかなり細かい部分まで見て研究しているんだな、すごいってね実感させられたんですよ。こんな風にスッとアドバイスが出てくるっていうのは、多分ねその画像をフォルダー分けしていくときに、この絵のここがいいってね、自分の頭の中でもフォルダー分けしているっていうことだと思うんですよ。これは C さんとは違う人の話ですけど、この人はこの人でですね、絵は全く描かずに朝起きてから夜寝るまでずーっと1週間ぐらいですね、飽きずに資料集めばかりしていた人もいました。でね、その人もめちゃめちゃ絵が上手かったです。まあ、ちょっとね、ここまで行くとすごいんですが、絵師にとって資料集めってひょっとしたら絵を描く以上に大事だなって、そういう人たちを見るたびに思いますね。完成させてから長時間悩む。次に紹介する紙絵師の特徴ですが、これも結構意外なポイントかもしれません。絵を一旦完成してから、そこから長時間悩むっていう癖ですね。これはですね、会社で一緒に仕事をしていた D さんの話なんですが、D さんはかなり仕事が遅いことで有名な人でした。会社にはね、絵を描くのとは別に進行管理って言って、絵師のスケジュールを管理して、遅れそうだったらこう葉っぱをかけるっていう、そういう人たちがいたりするんですけど、D さんはね、その進行管理の人たちに毎回毎回せっつかれてました。 D さんもう1時間後に締め切りですよ、早く早くしてくださいって。でも僕はですね、その光景を見ていて最初すごく不思議だったんです。だって D さんって絵を描くのは決して遅くないんですよ。というかむしろめちゃめちゃ早いんです。でもなぜだか毎回毎回進行管理の人に締め切り間際にせっつかれている。なんでかなって思ってある時注意して見ていたんですよ。いやなんかもういろいろな人を陰で見ている神絵師のストーカーみたいになってるんですけど、まあそこは気にしないでください。もうねだって神絵師がいっぱいいて興味津々でいろいろね勉強させてもらっていたんです。仕方ないじゃん。みんなすごすぎるんだもん。でね、ある時見ていたら D さん絵の締め切りまでは5日間あったんですが、なんとね2日間で完成させられちゃってたんですよ。うわー D さんすごいじゃん、やっぱ早いんだって感心していたら、そこからが D さん長かった。全然ダメだなー、どうしよっかなーって次の日ずーっと1日顔の表情直してるんですよね。でね、それで完成するのかなって思っていたら、それどころか締め切り1日前にして、あーダメだ全部書き直すわって言ってほとんど書き直し始めちゃったんですよね。で結局その絵が完成したのが締め切り1時間前ギリギリになっちゃっていたんです。手が遅いわけじゃなくて、こだわりにこだわり抜いた結果だったんですね。いや僕ね正直修正前でも全然いいなって思ってたんですけど、修正前と修正後見比べてみると、でも確かに修正後の方が格段に良くなっているんですよね。まあ、ちょっとねこれは極端な例なので全部をね真似する必要はないと思います。まあ、特に書き直しはやんない方がむしろいいと思うんですが、でもねその D さんの姿を見ていて、あーやっぱり絵って最後の最後完成させる時の着地の部分が本当に重要なんだなっていう風に感じさせられました。ちょっと補足するとこれについてはですね、絵が上手いんだけど全然当てはまらない人もいて、例えばねイラストレーターのイクシーさんなんかは、あ全然悩みませんねとかね言いそうなんですよね。おそらくですねこれはものすごく枚数を描く多作な人が、その枚数をこなす中で同じようなブラッシュアップを次の作品でやっているようなところがあるような気がしますね。嫌なものは嫌。僕が見てきた中で絵が上手い人って、良くも悪くも好みがはっきりしている人が多いなっていう印象です。とりわけですね、嫌なものを拒否する力がすごく強いような気がするんですよ。例えば僕が25、6歳の時だったと思うんですが、その時僕は会社を辞めたばかりで、結構ね、仕事に飢えてました。なので、頼まれる仕事を全部拒まずに、すべて受けてました。それと同時にですね、やっぱり仕事先からは嫌われたくないので、打ち合わせの時なんかにね、斉藤さんこれって可愛いですよねみたいに話されて、でねその時たとえね、ん僕はそんなに可愛いって思わないなみたいなことがあったとしても、結構ねその場の空気というか相手に調子を合わせて、いやー可愛いですよね
ってね、あんまりね自分の意見というか好みを言うようなことってしてなかったんです。そんな時僕は仕事の関係でいい先生っていう漫画家さんの打ち合わせに同席する機会があったんですよ。でね、打ち合わせに入る前の何気ない雑談をしている時のことだったんですが、僕の脳裏にですね今でも焼き付いている会話があるんですよ。それはねもう本当に何気ない会話でした。担当の編集さんがいい先生に言います。いい先生、いい先生、僕ですね先生のあの作品が大好きなんです。でね、その中で食事のシーンあるじゃないですか。あそこめちゃめちゃ美味しそうで好きなんですよ。読者の反応も良かったですし、次グルメ漫画とかもありなんじゃないですかね。まあ、すごく本気の提案というよりかはちょっとこう会話の中での軽いジャブ、アイディアの一つを先生に当ててみているみたいな、そういう感じに僕には聞こえました。僕もねそのアイディアは、あ、確かにいい先生が書いたら面白そうって思ったので、まあ僕だったら、あ、いいですね、いつか書きたいですねみたいにちょっとね同調して答えるかなっていう風に想像しながら聞いていたんです。でもね次の瞬間いい先生の答えを聞いて、僕ですね内心度肝を抜かれたんです。え、グルメ漫画ですか？あー、全然書きたくないですねもうね一刀両断ですよ。その返答を聞いて、まあ、担当編集さんも、あー、そうですか、面白いと思うけどなみたいな感じで結構ね軽めに受け流して、じゃあ早速本題に行きますとか言って僕が関係する仕事の話に移っていきました。まあ、僕にとってはねそこからが本番なので、本来なら一番集中しなきゃいけない場面じゃないですか。でもね僕にとってはもう正直仕事の話というか、今目の前で繰り広げられた会話に意識がいっちゃってました。うわー、ここまではっきりノーって言うんだ、全然書きたくないですねっていくらなんでもものすごい拒否の仕方だなって。いやでも確かに書きたいもんじゃないと表現なんて伝わるもんじゃないもんな。そうか、書きたいものを表現するっていうことは、逆を言えば書きたくないものは絶対に書きたくないっていうことなのか。まあ、もちろんですね僕のその時の立場といい先生の立場は全く違いますから、当然そういう立場的な違いはあったと思うんですが、たとえ今考えてもあの時のいい先生の拒否の仕方はただねわがままっていうのでもなくて、自分のスタイルをちゃんと突き通すんだっていうですね確固とした意志を感じたような気がして、すごくですね痺れた記憶があるんですよね。うわー、そうなんだ、嫌なものは嫌なんだ、すげえ。もうねその後の打ち合わせ、正直ねそっちのけです。あんま覚えてないんですよね。そのぐらいあれは僕の中で衝撃的な出来事でした。まあ、それ以降もいい先生だけではなくて、この人は絵が上手いなっていう人はかなり高確率で好き嫌いをはっきりと表明する人が多いような気がします。まあ、僕の好きなイラストレーターの牛さんも、もう寿司食いながらね寿司苦手だからもうハンバーグ食いたいなっていうような人ですからね。自分が好きなものを目いっぱい人に伝えるためには、逆に嫌なものは嫌、自分の好みをはっきりとさせる必要があるのかもしれません。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は紙絵師の癖ということで、絵が上手い人の癖についてお伝えしましたが、こういう人はなかなか絵が上達しないっていう、上達しにくい人の癖を紹介した動画、注意、上達するにはこの癖を直してくださいもおすすめです。もちろんね、ダメな部分だけじゃなく、それを改善していくにはどうすればいいのか、解決策まで丁寧に解説しております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。